サヤデ・マルハ・バンクは世界最大の海面下にあるタイで広大なマスカリン海内の一部をなす。マダガスカルの東、セイシェルの南東、ナザレスバンクとカルガドスカラホス諸島、モーリシャス島の北に位置する。最も近い陸地は約3 0 0トル西にあるモーリシャス領のアガレガ諸島である。モーリシャスには排他的経済水域の一部とされている。 面積は4808平方キロメートルであり、小さいノースバンクと巨大なサウスバンクに分かれている。サウスバンクは干渉だと考えれば世界最大であり、一般に世界最大の干渉とされるグレートチャゴスバンクのほぼ3倍の面積を有する。水深は周辺部で17メートルから29メートル、ラグーンだった場所でおよそ73メートルである。また、 10メートル以下の場所もあり、最も浅いポイドノットロックと呼ばれる場所で7メートルである。3500万年前にレユニオンホットスポットにより形成された。数百万年前は現在のレユニオンやモーリシャス島のような火山島であったが、その後は海面下に沈んだ。希望ミネとインドとの間の航海中にこのバンクに遭遇したポルトガル人探検家により、 500年前に命名された。同地は、セイシェルとモーリシャスの排他的経済水域にはギリギリ、範囲外だが、法的大陸法に属しており、両国の指定する共同管理区域の範囲内である。両国はここで、石油、ガスの調査を行う予定である。バイロックを使った人工島を計画、アウトピアがあった。ありがとうございます。